ん？なんかついてるか？毛づくろいだな。親愛の印だよ。俺は猿じゃないぞ。お前らは知らないけど。触ってもご利益はないぞ。お前、寒いんじゃないのか？俺は我慢しないだろ。お前はそういうことあまり言わないから。もしもの時は我慢しないで言うように。いいね。なんでこの三人なんだろうな。運命かな。言葉にするとなんか軽い。でもそういうことだろ。因縁とか赤い糸とか。赤い糸ね。お前そういうの信じるか。それが見えていればこんな思いはしなくて済んだかもしれないな。こんなってどんなだよ。わかってるくせに。なるほどね。ななこさん、寒そうだね。風よけぐらいにはなるよ。こっち来て。ずるいぞ、自分が大きいからって。ずるいとかそういうのじゃないだろう。ふん、今度も風よけくらいにはなるってことだな。すねるなよ。ほらこっち来て、ななこさん。寒くないか。ほら、手貸せ。じゃあもう一方は僕だ。勝手に便乗するな。抜け駆け禁止。まあ楽しい時間ってもんはあっという間だよな。あまり見るな。じゃあ俺も見るぞ。ああもう勝手にしろ。はあ、楽しかった。また連絡するよ。おやすみ。今日はちゃんと休めよ。おやすみ。